はい、こんにちは、まめと申します。スクールボーイズあゆみ、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。続きからって言ったんですけど、また空間をねじ曲げてチャプター1に戻ってきました。なんでかと言いますと、ちょっとね、あのサブちゃんのイメチェン変わってないかなと思って戻ってきたんですよ。そしたらイベントが始まっちゃって、これ見てねーわーってなったので、はい、ロードしてまた戻ってきました。猫山三郎ちゃん、はい、びっくりしました。多分あれですね、あの体育用具室のイベントがあったじゃないですか、あれの後のやつなんですよね。なのでこれからクエストが終わるたびにその人のところにちゃんと向かうように気をつけたいと思います。はい、ということで、アホゲー、この前はよくもやってくれたな、またしても俺から安息の地を奪いよってあへへ、ごめんって。でも猫くんだってまんざらでもないんでしょ。なわけないやろアホンドラ罰としてアホ毛思う存分もみもみさわさわさせてもらうぞ暇いい表現が、え、いやあー楽しい、落ち着く、まるで猫じゃらし、触らずには触れらずにはいられない、かわいいな、戯れてるサブちゃん、かわゆす。おやそのまま寝ちゃうの、本当に猫だな。ちょっとそこ掴んだまま眠らないでよ。動けない、ともくんが見ちゃった見ちゃったしんちゃん違うんだよこれは。屋上での修羅場は縁起が悪すぎる、俺の中にはって俺の中には誰もいませんよおいらの嫁をね、はい、奪ったことになっちゃっての。こらこら、勝手に悲しみの向こう側へなんだっけ、悲しみののやつか、行くんじゃない、椿吉くんとキャラかぶっちゃうでしょ。とはいえなんかね、なんか嫉妬、しんちゃんがこのスチルめっちゃ素敵でございます眺めてたい、ずっと。でもそういうわけにもいけないので、はい、行きましょう。なんか来るものがあるね、オイラもまだまだまだ青いな。しんちゃんが嫉妬ですか、そりゃね、そうだよね中二だもんね、まだ。ねえねえ、しんちゃんはどうして猫くんをそんなに気に入ってるの。オイラ自身の情報は高いですぜ、旦那確かにさ、しんちゃんの情報ってめったに聞かないよね、みんなの情報は把握してるのに。しんちゃん、そこをなんとか、この前猫くんの場所へ案内したお礼と思って。あっちゃあ、それを言われるとな、最初はこんな環境でのんけって言い張るサブちゃんが可愛くて、その強情をなんとか解こうと好奇心と老婆心のちゃんぽんで、それだけのつもりがいつの間にやら惹かれていったんですね、本当に。もしかしたらオイラってばのんけせんなのかも。またそうやってふざけて、しんちゃんは他人の話はどんどん取り入れるのに自分の話はすぐ煙に巻くからな。はたから見ててもしんちゃんの猫くんに対する熱の入れようは他の人に対するそれとは違うってわかるよ。しんちゃんは猫くんのこと、おっと、それより先はトモスケが語るにはまだ早いぜよラノメの主人公ばりの鈍感さで自身に寄せられる思いに気づいてないお主にはなねえ、そうだよね、ツバキュンは、気づいてあげておえ、なに、突発性難聴出た、主人公オツですねえ、あるよね。まあオイラも自分のことに関して言えば他人のこと言えないか。何ブツブツ言ってんの、変なしんちゃん、どっか悪いの。ぬふふ、患ってしまったようだ、恋煩いというものをな。サブちゃん起こしちゃ悪いし、帰って静養するよ。んじゃまったね、お大事に、バイバイ
かわいい。三角トライアングラーですか。君は誰と言っちゃった。あ、サブちゃん起きてた。話してって言おうと思ったら、あー、え、なんかこのサブちゃんさ、すげえかっこいいんだけど、なんだろう、なんかさ、なんだろう、キリッとしたサブちゃん、うん、なんか珍しくてすごくかっこよく見えます。いや、かっこいいんだけど、元から。起きてたの？当たり前やろ、ぺちゃくちゃやかましいったらありゃしない。頭ずっと掴んでて悪かったな、俺も行くわ。おい、俺が言うのもなんだけど、全然寝れてなくなくなくない？お、眠気なんかとっくに覚めたわ。じゃあな。あ、待って猫くん。なんや、まんざらでもないんでしょ。なわけないやろ、アホンダラ。でもなんか強く「なん！」みたいな感じに言わないってことはね、えまんざらでもなさげですよね。サブちゃんイメチェンしたいの。もういないとか。あ、いなくなってた。イメチェンはじゃあないんだ。はい、じゃあちょっとざっともう一回見てきて、特に何も変わらなかったらチャプターに移動します。カット。はい、ということでざっと見てきた限り特に変化はなかったので、チャプター2に戻ってきました、冬服ともくんに。で、今からやるのはクエスト、放課後にするとクエストができる、なんだっけ、小林くんのクエストがあるみたいなのでやりたいと思います。ていうかさ、あのイベントじゃなくてさ、普通にこの画面で放課後に行けるんだと思って、行きましょう。放課後に進みたいと思います。先生さようなら、皆さんさようなら。っていうことはこれは普通にさ、いろんなところ見て回れるんじゃない？ということで、いろんなところをぶらついてからコバちゃんのところに行きたいと思います。また戻ったりできるんだね。え、トキワさんいない。待って、何このまがまがしい雰囲気。え、ちょっと待って、めっちゃ怖いんだけど。あのパートなんかでさ編集してたと思うんですけど、やっぱそうだよね、美咲祭でさ、この屋外トイレなくなったよみたいなこと言ってたよね。え、超怖かった、急にめっちゃ鳥肌立ったんだけど。ホラーになりましたよ、急にめっちゃ怖かった今。そして常盤さんもさすがに帰っちゃったのかな。はい、ということで移動。あ、そっか、これ毎回さ一応見ていこう、気になるからね。毎回あるんだね。っていうかでも誰もいたことないんだよな、ここ。こっち側とかもさ音楽なくなるからさ怖いんだよね。え、待って待って、音音、ちょっと待って、何何何、やらかしてますよ。何、あーそこうーって、誰だそんなフラチなこと。何この怪しい音とうめき声、ひょっとしてお化け。うわあ、逃げろしまった、夢中になりすぎてパトロールし忘れてた。マモルくんじゃないですか、相引きしてたのかな、タコタコ星人さんと。まあ彼はこの森に入らずに済んだようだし、結果オーライということで。ちょっとちょっと、ということはもう行きたくないってなるかな、トモくん。まあいつかでも入ることになるのかな。でも入ろうとしたらマモルくんがステイってなるのかな。はい、でもとりあえずここ毎回行くようにね、気をつけましょう。あ、そういえば伊藤ちゃんがさ行ってた神社お参りできないね。まあでもイベントか何かでお参りできるようになるんだろう。しんちゃん入れはしないか。将棋の時さん、おしさお元気です。こんにちは、今日もいい天気だね。うららかでつい眠くなってしまう。学校からここへ来る途中、ワイ路地を右に進むと神社がある。ある、あそこは眠りの神様を祀る霊剣あらたかな神社で、申し訳、なんだっけ、
お守りしたちょっと待って、ものの、望む夢が見られるそうだ。望む夢、せっかくだから久しく、参ろうかか君も一緒にどうだい。え、一球参る。花の湯入ったことあるかい。番頭の子は君たちと同い年ぐらいだろう。ここは昔からある老舗の銭湯屋でな。これさ、ただ水曜日、あの子もそうしてくれると良いのだが。あの子ってさ、しんちゃんのこと言ってるのかな、孫ちゃんのこと言ってるのかな、どっちなんだろうね、わかんないけど。なんかさ、将銀時さんのさ紹介説明の時になんかしんちゃんの身を案じているみたいなこと言ってましたもんね。参れない、間違えた参れないということで戻りましょう。さて、今日も本屋で立ち読みしちゃう、しちゃう商店街ほいな。あ、リクタンと杉本がいるじゃん。ほいはいと、あ、リクタンと杉本だ。あ、まだ岬にいてくれたんですね。どうもこんにちは。確か相撲大会の会場にいらした方ですよね。なんかさ、覚えてもらえてるって嬉しいよね、こう有名人に。そうですそうです、嬉しいな、覚えててくれたんだ。お客様は神様だ、それが僕らのモットーですから。モットーいいですね。ちなみに俺の名前はその反対、トモ、トモです、よろしくお願いしますさらに刻みつけていくなんてねいや、それにしても生で見るとやっぱり可愛いな。そりゃたくさんファンも食いつくよ。ありがとうございます。でも本音を言うとビジュアルじゃなく漫才を見てほしいんですけどね。ま、この世界可愛くて損することなんてそうないって。枕営業という便利な手段も使えるし。そうなんですあの同人でね、あるんですよね。はい、なんてやねん、そういうネタは真に受ける人多いからやめろ言うてんやろ。さすがリクタ君、今日のツッコミもキレパーない、パーないね。そう、ツッコミは速さが肝心。しかしベッドの上ではツッコミはじっくり時間をかけてあげなきゃダメですよ。気をつけてねリクタ君知るか。よし、いっそのことをベッドの上でも即ツッコんでやるそんで次の日、痛めて腫れて産んで病院送りになってしまえ。お前はそれぐらい痛い目にあった方がええわいや、リクタ君のサイズじゃそこまでのことにはならないよね、アナルさんがせやなで、ちゃうわ、謝れ、今すぐ謝れある意味傷つけた、どうもありがとうございました。ネタかよわー、ポチ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 、よっ、名コンビ、やっぱ陸杉の下ネタブラックジョーク最高だな。これからも応援してます、頑張ってくださいね。いいものが見れましたね。リクタさんに話しかけても同じかな。お、そういえば2人はどうしてまだ岬にいるんです。レギュラーで、出させてもらってる用意号の収録が連続してこの辺りであるんです。ぜひ見てくださいねと言いたいところですけど、平日朝10時からの番組なんでトムさんはご覧になれないですね。そっか、残念。あ、でもあの子録画してるかも、ツバキュン。そうだね。ほう、あの子とは。俺の友達にお笑い好きで陸杉ファンの子がいるんですよ。また今度撮ってるか、また今度撮ってるか聞いてみようっと。おや、その様子だとトモさんは僕らのことをさほど興味ないように聞こえますよ。そんなことないよ、実際会って俺も好きになりました。ほうほう、それでそれで、リクタ君と僕どっち派なんです。それは。いや、杉本、トモさん困ってはるやろ、その辺にしときどっちかな。わあ、でも決められない。あ、リクタ君と杉本君か。うわ、迷うね、超迷うねなんでこんなに真剣に迷ってんねやろ、ほんと。
時間を潰すできるの。ちょっと待って、一回セーブしていいですか。はい、時間潰してみましょう。何かあるかな。一日終わっちゃう。こばちゃん、こばちゃんとの相引きが深夜っていうか、まあ夜になってもうた。夜の岬学園、これやばいんとちゃいます。トイレトイレ向かいますよ。さらにおどろおどろしいブリリカミマクリスティ、さらにおどろおどろしい雰囲気になってますよ。何もないけど怖すぎて。いつかなんかでもありそうですよね、放課後トイレに行ったら。はい、さすがにこれはもう何もないですよね。今度はゆうひちゃんがのりくんと相引きをしているとかさ、そういう現場は情けです。びっくりした。なんもないと思ってたからさ、マジでびっくりした。ちょっともうゆうひちゃんもう心臓が豆おばさん鼻から出るところだったよ。そこの君、魔の森へ近づいちゃダメだ。違う、危険だ。うわ、なんだなんだ。この森は魔の森といってとても危険な場所なんだ。君みたいな子供が来るような場所じゃない。君は大丈夫なのってなるよね。なんだよ、君だって同じ子供だろ。指図される筋合いないやい。えファントムファイヤー炸裂ですか。かっこよすー、ゆうひちゃん素敵。あ、これでも同じ子供だと思うか。信じられないならもっと巨大な炎を見せてやってもいい。あれ、ゆうひちゃん中級魔法使えるようになったの。さあさっさと立ち去るんだ。俺は君のためを持って言ってるんだぞ。わかったよ、失礼しました。そういえばさ、ともきゅん、カバンについてるその子さ、この子って気づかない。ほい、納豆。確かね、一人で手品の練習がしたいからってあんな強引に追い返すことないじゃん。手品で片付けられてる。最近の若い子はすぐ怒るんだから。ともくんさ、だってさ、まあいいや。こっちは何もありませんね。こっちいつか何かあるのかな、気になりますね。ほい、納豆。さてさて、花の湯は12時まで確か空いてるんでしたよね。あ、でも行けない、神社の方しか行けないですね。でも、あ、すごい、この雰囲気めっちゃ好き。神社、でもさ、実際夜の神社ちょっと怖いよね。この絵で見るからね、もうほんとめっちゃ素敵。星がね、こんなさ、星今時見れないですよね。またマウスが荒ぶるっていう。商店街、あ、商店街さっきまでいたとこじゃん。ダメダメ、違う。ほら、ともくん、カバンについてるそれ、さっきのキャラでしょ。気づいて、公園は誰もいないよな。一応行ってみよう。帰ってますよね、申し訳。本当にコバちゃん、待って、今回さ、コバちゃんとさ話してからさ進めようと思ってたのにさ、今回もコバちゃんお預けですね。はい、コバちゃんはまた次回って。お、マモルくん、夕方はあそこにいたのに。ああ、疲れた。今日のミッション完了っと。昼夜交代してパトロールするのはいいけど、向こうは夜担当で大丈夫なのかな。生活リズムが乱れないといいけど。あ、なるほど、マモルくんとゆうひちゃんで交代にしてるんだ。今まで以上に学校休んじゃうようになったら大変だから、それを踏まえて相談し直さないとな。大きい独り言だな。そうだね、もう一回話せる。お、同じですね。ほいなっと。じゃ、ともくんお家に帰りましょうかね。ほいな。自宅へ帰宅します。ほい。しのぶのお家へ行けたりしちゃわない？ベッドでも、あ、外出しましぇ。これ、私、見つけたよ。はい、なっと。かわいやすー。卒業式のお手手つないで。
かわゆい。もうさ、かわいいとさ、もうマウスが私の心のなんだろう、パロメーターみたいな感じだから荒ぶっちゃうんだよな。超絶かわゆすのものを見せていただきました。ということで今日はおねんねしましょうかと。はい。コバちゃんまでカット。はい、たくさん寄り道をしてきましたが、やっとここまでたどり着きました。みーなっち、ヤッホーともに、今学校終わったとこなの？中学生ってこんな遅くまで授業があるんだね。ねえ。ということで、コバちゃん、なんだいなんだい。あ、ともにだ。なあなあ、遊ぼう遊ぼうぜ。いいとも。友だけに。それにしても若い衆はほんと元気いっぱいだね。俺はもう学校で HP のほとんど使い果たしてきちゃってやい。なんだそれ、もうおじさんってこと。じゃあこれからはトモニーじゃなくてトモチーだな。むむ、失礼な若者じゃな。まだまだ夜の方は元気で。おっとっと、このネタは二人にはまだ早かったね。ところで今日は何して遊ぶの？ちょうど友爺にぴったりなゲームがあるんだ。なんだろう。この前知り合いのおじさんに教えてもらったの。最近僕らもうハマってるんだ。みんなでやろう。なんだろう。最近ハマってるんだ。あ？カルタ的な？今からカルタを行います。僕が、読み札を読みます。二人は読まれた取り札をいくつ取れるか競ってください。それじゃあ行くよ。スタート。ガチで行きたいと思います。はい。なーなみるみみみみにゃにゃにゃ。いただき、ごめんね。むらむらむーむむむむむむなんてある。料理系点でダメです。爆発する。ごめんね、コバちゃん、丸乗りカッコつけたいお年頃。大人げなくてごめんなさい。一ノ瀬くん、時々やんじゃう恋煩い。ごめん、コバちゃん。花の世はとある曜日に皆盛る。花の世は。ごめんね。心が痛い。猫兄弟、また旅会で腰砕け。スクープに浮き立ち背中を追いかける。心が痛くなってきた。コバちゃんのうーんって顔を見ると、その行為意外と外からバレている。はい、イカ臭って書いてましたね。はい、見てくれる？教えてもらったこのポーズかわいゆす。申し訳。ルートなど無視してお散歩、翼ちゃん。かわいゆす。この絵一枚一枚もっと見ていきたい。ごめんなさい、最後はあげるよ。そこまで。おい、納豆。いや、もう本当に大人げなすぎて心が痛いです。はあ、楽しかった。またやろうな、ともに。でもまた同じ札じゃつまらないよね。いつになるかわからないけど、おじさんに会った時に違う札が欲しいって言っておくね。おじさんって誰だろうね、みなっち。そのおじさんとは。はい、クエストを達成しました。じゃあここもちょいちょい見ていけばいいんですね。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。